そういう意味でもちょっとあのプラネットの、 あの世界観みたいなの結構嫌いじゃなくてというか、あのなんかあの日本の歯科メーカーっぽくなくって、むしろなんかこうちょっとそういうスタートアップ臭いというか、なんかそういうそういうなんか雰囲気がちょっと好きで、すごくあのいいなと思ってます。であのそれこそ何でしたっけ、なんとかカフェでしたっけ、パートナーズカフェ、パートナーズカフェの中のコンテンツとかもなんかすっごい、そのそれこそリコールハガキとかは、ま、毎回お願いをしてて、であのすごく仕上がりも満足してますし、まあのお願いするのも全然煩雑じゃないしっていう形で、で毎回あのそれこそかなりカスタマイズしたものもあの聞いてもらってっていう形で、すごくいいなと思ってます。逆にこれ誰が使ってんだろうとか、どうやって使うんだろうみたいなのもいっぱいあったりするのも面白いなと思いながら、いつか必要になるかなと思いながらちょっと見てます。もう何枚か入れてクリアファイルにあのもう保存しとくみたいな、取っとくっていう感じで、そこから抜き出して使ってます。そうですね、前田さんにあのやっぱ紙も紙でよくって、やっぱ持って帰ってもらえるんで、あの患者さん多分話聞いただけで理解できなくても、それ持ち帰ってもらって、家帰ってもう一回読んでもらったりとかすると、より理解深まるのかなっていうふうには思ってます。あとはまあやっぱりそういう紙の資料とかある程度お渡しすることで、患者さんの、まあ、満足度も上がるんじゃないかなというふうには思ってます。何も渡さないように。あでもお口の健康手帳はよく聞くのが、よく聞くっていうか実際にあの患者さんが言ってたのが、あれ例えばあのお母さんとかがあのうち来てくれて、でお口の健康手帳を持って帰ってもらって、それなんかあの食卓とかなんだとか家に置いとくと、なんかその例えば次お父さんがおなんか歯医者さん探すときに、あじゃあここ行くかみたいな感じで、そのそういうものがあって、でそのものがうちの、まあ、名前だとかなんだとか書いてあるものが持って帰ってもらって、そこにあるっていうことは、そういう意味であの家族内とかであのまた、まあ、紹介というかあの一緒に来てもらうあの助けにはなってんじゃないかなと思います。新規指導はおおむね妥当、一番いいやつ、一番いい、まあ、まずあのやっぱある程度保険の知識がある程度あって理解をしておくっていうのは多分前提条件だと思うんですけど、まあ、その中でちょっとやっぱりもちろん改ざんしたりは絶対ダメですけれども、少し直したりとか整えたりしなきゃいけないっていう作業はやっぱりどうしてもあると思うんですけど、まあ、そういう時にあのアイカルテセンターに電話して、ちょっと操作とかなんだとか分かんないことがあったら電話したらすぐに対応してくれてっていうことは良かったなというふうには思います。